いくたな矛盾点が出ておりますが、前田会長、深刻な矛盾についてはいかがですか。他の炭鉱で撮影された映像が使用されたという事実は確認されませんでした。 NHK で保管している過去の映像を精査した結果、緑なき島以外にも端島炭鉱の内部の映像が複数残されていることも分かっております。端島の炭鉱内部の撮影は可能であったと考えております。島民の方々のご協力を得ながら取材制作されていることが伺いまして、他の炭鉱で撮影された映像を使う必然性も考えにくいと認識をいたしております。しかし、例えば NHK はこの調査の中で昭和30年以前に撮影された炭鉱の映像およそ140を検証したということなんです。じゃあその140というのは140本ですか、それとも140カットですか。合計で何分何秒の映像を検証されたんでしょうか。およそ140の炭鉱の映像について確認をいたしました。総尺数は30時間に上ります。